今回取材した伊豆東部火山群はですねこの赤色の枠で囲った範囲のどこで噴火するのかわからないというそういう火山なんですね、この中にはですね伊東の市役所ですとか、まあ、JR の伊東駅も含まれています、ただ VTR でもご紹介しましたけどもどこに加工ができるのかを知るヒントというのがあるんですね、はい、それが前兆現象ともいえる群発地震の震源です。こちらはですね ここ数年のの震源を色分けしたものですね先ほどあの平成元年の噴火をご覧いただきましたけどもそれはちょうどこの辺りですねこれ私はね現場で取材してましてねやっぱりこの時もあの群発地震があってでえ何日かたった時にですねやっぱり天石島っていう天石島の沖合で初島との間あたりの今の場所が海底噴火を起こしたということで皆さんえっと 海から噴火だって本当に驚いたそれをあ後で調べると2000年ぶりの噴火だったということなんですよね有史以来初めてとていうふうに言われてますね、えーはい、でその噴火がこれ26年前なんですけども、はい、その後の震源ですがご覧のように今青からオレンジオレンジから緑とだんだん陸側に近づいているというのがこれがが現状がありますただです、ね、この地域の群発地震なんですが、まあ、2000年代に入って以降は活動は落ち着いていて今のところ大きな噴火につながるような兆候は見られていないとしていますね。うん あのこれを見ますとね、まあ、確かにその26年前、はいえー、ここが16年ですかただ人間の年間感覚でいけばこういうあの年の時間の経過ですけど火山って自然の,あの、まあ、営みですからそ,うです、ね、そのなんて言うんだろう30年っていうのがどれぐらいの間隔っていうことの イメージになるかは、人間の尺度とは、ちょっと違う尺度でしょうね。そうですね。ねあの私も取材していて、まあ当然住民の方も、三、二十六年前なので、えー、まあそう記憶には残ってるんですけども。まあ具体的に市街地の中に、まあ加工が出現するというような、そういったイメージはあんまり。できてないのかなという印象を受けました。あの必要以上に怖がる恐れはないと思うんですけども、まああの正しく。危険性を理解して、まあ自治体市民、そして観光客もですね、えー。備える必要があると感じました。なるほど。ええー、震源域の動きを、誰がつぶさに。 チェックしてくれるか、で、どう伝達するかっていう、あの大問題ですね。これはね、えー、大事な問題だと思います。各記者でした。